おはようございます。おはようございます。体痛い。やっぱりあんだけ走るとですね、夜活に響くんですよね。4月5日10時でございます。はあ、体重っ。とりあえずちょっと準備どうするか。今日もあれですね。はい、亀井アリーナでございます。疲れた。オーダーが意外となんないんですよね。はあ、春だな。気持ちいいわ。マジで気持ちいいですわ。ということでちょっとオーダーがないんで、ちょっと様子見つつですね、ちょっと家に帰ろうかな。はい、アパートに戻ってですね、ちょっとパンツ切れたんで、もう、はい、ちょっと洗濯行ってきます。コインランドリーですね。今は12時19分か。金曜日の昼間って意外とオーダーないんですよね。ということでちょっと様子見ながら帰りたいと思います。はい、お疲れ様です。ということで帰ってまいりました。はい、スノコを買いました。ロール式アイリスオーヤマっすね。はい、4000円ぐらいしちゃったっすけどね。はい、高いっす。買った理由はですね、これから畳で寝ることになるんですね。で、畳で寝る場合ですね、さすがにこれを直接ってなると、換気が悪くなって、ダニとか湧く可能性があるんで、さすがにちょっとその子を引かないとダメかなと思って買いました。はい。出費が多いですね。ちょっと開けてみたいと思います。はい、スノとこう引いてみたんですけど、薄いっすね。これ意味あんのかっていう感じの薄さっすね。まあ、しゃあねえか。まあ、地べたでガッとやるよりかはいいか。あっという間に壁生えちゃうんでね。これを敷きっぱなしとかにしちゃうと。なので、ちょっと気をつけたいと思います。はい。ということで、とりあえず、今からちょっと洗濯行ってきます。お疲れ様です。ということで、今乾燥機かけておりますんで、1時間くらい分回しております。もうあと30分くらいかな。はい、ということで洗濯、あれか、扇風機ですね。ほこりまみれだったんで綺麗にしました。あと床ですね。床抜け毛とかすごかったんでちょっと掃除しました。はい、やっぱ週1くらいでやんないとね。はい、ということでですね、ちょっとですね、見えるかな。意外とですね、こういうとこ傷ついてるんですよ。これもちろん俺じゃないですよ。こういうとこね、意外と綺麗に見えて、こういうとことか傷ついてるんで、指摘されたら、画像とかは全部撮って、バックアップ撮ってあるんで大丈夫なんですけども、ちょっとこれ交換ですね、なんて言われたらですね、もう iPhone にやるとバーって見せて、やってやろうかなと思ってます。不動産屋さんも、まあ多分大丈夫だと言われないとは思うんですけどね、かなり綺麗なんで。ただですね、こういうとことかも撮ってたはずです。はい。多分ね、でも ありすぎてて、ちょっと、どこかしら抜けてる可能性はあるんですよね。俺が覚えてる限りは、結構全面的に撮ったはず、動画でも撮ってあるんで、指摘されたらちょっと、しっかりと、言いたいと思います。はい。ここはですね、4月の30日に、電気ガス、水道は止めて、で、引き渡しはですね、5月の、4日ぐらいかな、確か4日ぐらいだったと思います。立ち会いで引き渡す感じです。なので4月の半ばにはですね、ここを出て、新居もですね、ガスも通ってないし、ガス通ってないエアコンなしのシャワーぶっ壊れてるっていう、魔のですね、アパートに行かないといけないっていう、はい、まあその代わり家賃無料っていう感じですね。はい、ということで、とりあえず落ち着いたんでまたコインランドリー行ってきます。はい、ということでですね、19時20分ですね。19時じゃない、すみません、16時20分です。やっぱ掃除すると気持ちいいですね。はい。ちょっとこっちにベッド置きました。よいしょ、スノコもやったんですけどね。ちょっとはみ出てるんですよね。ちょっと気になる。まあダメだ。まあ、これでね、カビとか生えなきゃいいんですけどね。ちょっとね、スノコの厚さがちょっと低いか。ちょっとね、ちょっと微妙だったかもしれない。はい。まあ、どんまいということで、はい。まあ、とりあえずちょっとご飯だな。はい。ご飯食べようかな。16時20、
1分だか4時か、ちょっと夜は稼働していきたいんで、ちょっと飯を食って一眠りしたら本気出すという感じにいたしたいと思います。すいません、はい、戻ってまいりました。ベーコン、これ売ってたんですよ、じゃがりこの梅味。いやー、これはちょっと梅ユーザーとしてはちょっと気になるとこですね。片揚げポテトのね、梅もうまかったんだよ俺。いや、なんだ、半額でした、70円。いやー、小じきにはやっぱ目いっちゃうでしょ、半額なんで。はい、ということで、あと無糖のシュワシュワ卵、メインの飯なんですけど、ペペチー作ろっかなと思ってんですけど、あー、あったあったあった、あー、一食分ぐらいだね。ちょっと引っ越す前にですね、ここら辺処分したかったんで、今からペペロンチーノを作ります。ということで、パスタでございます。ペペチー和風でございます。キャベツとベーコン、ちょっと味見全くしないで作ったんで、コンソメもうちょっと入れてみました。いただきます。うめえ。19時26分、7時ですね。オーダーが全然なんないっつ。さすが金曜日、鼻気になんだけどな。はい、ちょっとですね、下界に降りたいと思います。はい、これでお疲れ様です。ということで、4月5日の10時でございます。いやー、疲れた。はい、眠いわ。まあ、今日はちょっと洗濯物行ったって感じですかね。で、ちょっと働いたって感じです。ということで、今日の晩飯でございます。黒酢あん、声優ですね。声優で買いました。里芋と、今日は味噌汁作ります。飯の準備だ。いい飯でございます。なめこ汁、イン豆腐、プラス黒酢あんと里芋でございます。いただきます。はい、お疲れ様です。8時、じゃあね、10時41分でございます。いやー、疲れた。今日はちょっとオーダーがなんなくてあんま稼げなかったですけど、はい、いつかだよな。来週か再来週にはね、あっちの方に行きたいとは思ってんですけど、まあまあまあ、ちょっと明日考えます。今日はちょっと疲れたんで、寝たいと思います。ということで、お疲れ様でした。